40代のうちにやっておくべきこと。近年、人生100年時代ということが言われるようになりました。以前であれば40代といえば、会社でも中堅である一方、だんだんとキャリアの先も見えてくる。そうね。子供もだんだん大きくなって自立していくということで、老後を意識する年齢でしたが、今では、40代というのは折り返しのタイミングになってきていると、ああ、本当そう思います。僕もね、昔ダン先生、野口先生に双方を受けている時に、ふっと僕の背中をずっと内観されてて、名越さん、45歳までにやりたくない仕事とやりたい仕事、好きな仕事と知られない仕事を半分半分ぐらいにできたらいいねって言われたんですね。これ前もどっかで僕話してると思うんですけど、僕としたらもう7割8割好きな仕事をやってると思ったんですよ。でもそうじゃないのか、それってどういうことだろうってね、すごい考えるきっかけを、いつも本当意外なことを野口先生は、まあそういうのを天才っていうかもしれないんですけど、おっしゃっていただけるんですけど、うん、だから僕は45歳までに、半分好きな仕事にしなさいよみたいな、ね、いやさ、まあ人によるんですけど、しんどい仕事で一生懸命稼いで趣味につぎ込むって、そんな人もいても全然おかしくないし、人生はもう自分の選び放題ですから、本当はね。だからそれはいろんなこと、ただ上限を求められたらね、うん、今の時代において充実した人生を送るために、名越先生が考える40代のうちにやっておくべきことを教えてください。ああ、40代のうちにやっておくべきこと僕の個人の人生に関したら、40代というのは30代で結構骨のある、目が疲れるような自分にとってでいいんですよ例えば釣りが大好きな人は釣りのもう名作っていうか、すごい解説書、難しい解説書、虫の好きな人は虫のすっごい難しい解説書、そんなんでもいいし、でも一般的に言うと、まあ、30代、まあ本当は10代なんでしょうけどね、10代、20代なんでしょう。30代までに一般的に言えることは、まあ文学なんでしょうね。長編文学とか、そういう骨のある文学とか、あるいは骨のある映画、ちょっと見るのが大変な映画、そういうのを30代いっぱい、30いっぱいまで、できて35歳までに一かじりしておく。まあ一かじりっていうのは、僕の感覚で言うと、僕は本読むのが遅いから、本で言うと20冊、映画で言うと50本とかさ、そんな程度見ていると、なぜか知らないけど、まあ僕、ごときが言うのは僭越なんですけど、考える時の、なんていうの、引き際っていうか、ここはもうちょっと追求したらいい、ここは引いといたらいい。ここはこう見ておいたらいい、ここは突っ込むみたいな、結局知性ってそういうことでしょ。その人のなんか品格って言ったら失礼ですけど、その品格っていうのは何もなんかかっこいいものというんじゃなくて、相手が、あ、この人話してて楽しいな、もっと言ったらこの人と話してると何か自分が発想が湧くとか、なんかためになるなとか、もっと言ったら話してる最中、あ、楽しいな、あるいはこの人のこと尊敬できるなとか、自然な敬意が湧いてくる、リスペクトが湧いてくる。リスペクトが湧いてくるっていうのは、条件は心が穏やかであるってことですよね。心が平和である、心を平和にできるような語り方ってやっぱあって、でそれってなんか骨のあるものを読んだり見たりしてることが、僕はすごい必要なことで、なんでかっていうと、こんなすごいことを書く人がいるんだとかさ、こんな膨大なことをちゃんと系統だって、しかもすごくこううまく表現してくれる、ただ知識がそこにあるってダメなんですよ。そんなん知識の集積場でしょ知識の貝塚でしょ貝塚もちろん掘ったらいいもん出てくるんやけど、知識の貝塚になってるような、そんな人もいるかもしれないじゃないですか。まあ、もちろん相対的なもので自分にとってですけど、でも骨のあるものを見たり
き読んだりしてる。難しいけど面白い。難しいけど面白いです。難しいけど面白い。難儀なんだけど面白い。1日に2ページしか、あるいは4ページしか進まないんだけど面白い。数学者の森田君なんて、5行進んだら違法とかいう数学書があるって言ってたもんね。あるいは映画でも、見てて、もうよう混乱してくる。あるいは、どう面白がったらいいんだろう。あるいは、映像ごとに、例えば僕はビスコンティっていう人の、あれは白夜っていうのも全部セットですよね。あんなん見てて、一体どうしてこれを作ったんだろうみたいな。マストロヤーニを見る一方でも背景全部にちょっとおののいてしまうみたいなね。そういうものを見ると世の中広いっていうか、自分がまだまだ届かない、でも届きたい、そういうものがあるっていうことを目の当たりにすると、相手に対する恐れが生じるんですね。今相手に対して、相手が年下であろうが年上であろうが、あるいは自分より弱かろうが強かろうが、もしかしたらその人の中に、あの映画で見たような、あの本で読んだような凄みがギラッと出てくるかもしれない。僕なんかあのハードボイルドとか、あの格闘がシーンが出てくるジャック・リーチャーとかさ、なんかイコライザーとか、ああいう分かりやすいあのアクション映画、ハードボイルド映画好きなんやけど、それはなんでかって言ったら、うだつながらない男が急に強いみたいなそんなんあるじゃないですか。あるいは、なんか普通のあの女の人が実はものすごい鋭いことを言って窮地を救うみたいなさ、それって実は人生の本当は常で、それを見逃してるか見逃してないかっていうことで、その人は何か新しい境地が開くか広がないかって、なんかそういうことあるような気して、でそれってやっぱり若いうちに身につけといた方がいいでしょう。だってその時にはまだまだ自分は無力だから、そういう人に対して自然な敬意を持たなければならないっていうのも大事だけど、敬意を持たなければならないと思わなくても、そういう作品に出会ってると自然なこう全然意識してない敬意が、出てくる。そうすると相手も気持ちよく喋れるし、気持ちよく喋れるといい情報をくれるというか、あるいはいい感情をプレゼントされるというか、そういう意味で30代の頃はあのそういうことが必要かなと。40代っていうのは正直あの別にその40代の頃やっとかなければならないことないんです。僕にとってはいろんな人を何人か何十人か見てても、それは30代の継続であって、あのその時はもう自分の好きな、だいぶあの自分の好きなことは何か、自分が興味あることは何かっていうことがもう分かってきてるから、やたら雑食をしなくても、あこれが好きとか、もうこれが好きっていうだけじゃなくて、その周りを広げるタイミングとかね、そんなの分かってくる頃だと思うので、もちろんあのすごい自分はお勉強ばっかりしてきたとか、あるいはすっごく、目の前の問題を抱えすぎていたっていう人は、それを40代でやればいいだけのことで、だって昔は60で死んでたんが、今は90、100まで生きてる、だから10年ぐらい遅れたっていいわけで、と僕はあの思います。だから30代でゴリゴリ、あるいは20代でゴリゴリやってたら、40代はそのペースを崩すなっていうか、でそれはさらに言うと何を言いたいかというと、40代で分かったふりするなっていうことなんですよ。もうね、40代になってね、もう分かったふりしだすとろくなもんじゃないっていうか、いやその人揶揄してるわけじゃなくて、その人の内面がすごい辛くて苦しくて孤独でつまんなくて生きることがね、でも人に見栄を張らなければならないと自分で勝手に思っていて、そして新しい自分が驚く、おののく、僕は驚く力っていう本を書きましたが、その驚く力がどんどん減退していく、そういう40代の人が意外に多いと僕は感じます。こんなね、なんか大胆なこと言ってごめんね、でも
本当に素直に何か感じてしまうんですね。だから40代でも驚く力を持つ。だから例えば40代でゴルフ始めたりする人いるじゃないですか。それっていいことですよね。こんなに溜まってまっすぐ飛ばないのかみたいなことが40代でわかる。すごいことですよ。僕の友人が、40代の終わり、40代の終わりで、まあもともと運動神経抜群だったんだけど、ウィンドフサーフィンを始めたことがあってね。で、1月とか2月も行くんですよ。もう、おい、どうした？いや、それは楽しくてしょうがない。ほんで、周りの人は20代の人ばっかり、20代の人に教えてもらうのが楽しくてしょうがない。そうすると、分かったふりしなくなりますよね。40代ってね、僕ね、思うんだけど、特に45歳ぐらいから、一番ね、人に説教したくなるんですよ。人によっては42歳ぐらい。でもね、後で考えると、40代の説教なんてろくなもんじゃなくて、いや、ろくなもんじゃある人もいます。僕よりずっと少ない人は人はいっぱいいるんだけど、でも、だいたいあんまりまだまだね、この方が言っておられるように、そうターニングポイントなんやから、昔で言うたらもうね、残りの人生20年、今で言うたら残りの人生40年、まだ若造なんです、実はね。どっかね、でその時に説教してると、内容はだいたいね、正しすぎることを言うよね。正しすぎることを言う。で、正しすぎることを言うと相手は逃げ場を失う。逃げ場を失うとやる気なくす。やる気なくすけど怒られるから、やる気あるふりしなければならない。ここに過剰適応が生まれて、空回りして、しんどいとこまで行ったら乖離してしまう。心が乖離現象、突然パニックになったり、ちょっと鬱になったり、まあ、よく大胆な鬱になったり、すごいきつい鬱になったりする。うん、だからうん、前にそのままのペースでもっともっと広い見地を吸収していく。で、分かったふりしない。そして人からまだ学ぼうという姿勢を保つ。僕みたいに60過ぎてもまだもう学ぶこといっぱいで、もうそれはそれで情けないかもしれないけど、情けないけど楽しいですね。すごい楽しいと僕は思ってます。そういうことなんじゃないでしょうか。はい、いろいろ申しましたけど、なんか一つでも参考になればと思います。名越康文 TV シークレットトーク、よろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな、こういう感じの状況を実はやりたいなと。外れた前